町からのお知らせ。風鎮祭開催中の交通規制について、風鎮祭スケジュールのお知らせなど。第78回阿蘇郡市民体育祭、バドミントンやソフトボール、弓道などさまざまな競技の様子をお届け。高森南鉄フェスタパート1、7月13日に南阿蘇鉄道全線運転1周年および駅前整備完成記念イベントが行われました。今回は式典の様子をお届け。新型コロナウイルス関連情報、最新の新型コロナウイルス感染症の情報をお届け。週刊情報高森、今回は高森駅前広場夜市×キッチンカーの話題。その他の番組はご覧の通りです。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで、 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？ TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。町からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。